でけえネズミの親玉はもっとうるせえんだ。ジュー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 ってな。ジョニーってやつがよくモノマネしてるぜ。やった。純金製の置物さ。自警団のナルジンに聞いてくれ。タラが廃工場で警備をしているはずだ。行くなら店も見てけよ。仕入れ元は詮索するな。通りの心得だぜ。高級な進路製品。おい、このシミは。友達に役者の卵がいるの。ラブレスのチケット頼めば手配してくれるかも。1番と8番ティワちゃん。どうだ、生かす曲だろ。気に入ったならほらやるよ。すりゃ金になる。ああ、喧嘩売ってんのか。今日は寝かせないぞ。大したもんね。金になんねえ。ゴールマーケットでやってるなんかの大会に出る。近いんだよ。あ、猫の鳴き声。三兄弟かな。スラムでも底辺にいる俺らに説教すんの？ああ、喧嘩売ってんのか。上で働いてるやつはみんなスラムに足止めだ。今日の分プレートって。
モンスターがいる。この先の廃墟駅は封鎖中だ。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ？ティーファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って君たち？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。一気に行くぞ。任せて。次に備えろ。うん、分かってる。すぐ片付く。手伝うよ。連携しよう。よし、やっちゃおう。散らす。それ。決まった。そこ。終わり。どうってことない。
邪魔だ。この調子でいくぞ。次を勝とう。羽トカゲ、片付けてくれたって？ありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところあんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことで支柱前に行ってみな。ヤバいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ。ああ。まず己を知り、その道を極めよ。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ何でも屋。うちの商品は折々で変わるから勉強がてら覗いてきね。うまくいったね。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しく行こうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけどどうする？一度店に戻る？